今日はハスラーの走行レビューということで、ジープラングラーと、ジムニーを乗ってきた経験から、ちょっと比較していきたいと思います。で、この子ハスラーですけど、後ろにこんな形でロゴをエンブレムちょっとおしゃれにしてます。よいしょと。で、車内ですけど、軽自動車のサイズですので、そんなに広くはないですね。で、フロントガラスはかなりもう立っているので、非常に虫が飛んでくると、虫の自殺が見られます。早速ちょっとエンジンをかけてみましょうか。音ですけど、こんな感じですねとしか言えないですが、一応運転席側のこのメーターはこんな感じになってて、 ETC カードを認証しました。それから、ナビはですね、カロッツィアの、ナビを入れてます。で、反応は非常によろしくないという感じでしょうか。あとは、ドライブレコーダーと、あとはこの、ルームミラーのところに、スピードメーターとかが見えるようになってて、これがいわゆるレーダーですね。で、ただ北海道なのでこのレーダーはほぼ機能してないというところでしょうか。早速ちょっと走っていってみましょうか。ハンドルの重さですけど、新しいジープラングラー、JL 型のジープラングラーと比べるとハンドルは重く感じます。ただラングラーのレビューでも言ってるんですが、ラングラーは、直進の走行性が極めて悪いんですが、このハスラーは非常に直進性がいいです。ちなみにこのハスラーはですね、2014年の初期型のロンチエディション型の、ハスラーで、ターボがついてます。でジムニー乗ってた時も、ハスラーがターボついてたんですが、このハスラーのターボは非常に加速力がいいですね。ただ音を聞いて分かりますかね。エンジン音は、全然さほど聞こえてこないんですが、タイヤノイズというかロードノイズがかなり入ってきます。で、これは多分タイヤの問題もあるんでしょうけど、タイヤのホイールに対してタイヤの、ゴムの方ですね、肉厚じゃないので、振動がもろに、入ってきますし、それから走り出すとやっぱりゴツゴツとしたような感じがどうしても出てきます。走行性能の燃費の問題もあるので、ちょっと固めの設定になってるんですが設定になってるんですが、それが影響しているんだと思います。いずれにしてもですね、私のハンドル操作を見てもらうと分かるんですけど、ほとんどまっすぐ走ってる分には修正打を当てるようなことは、ほとんどないですね。ちゃんとまっすぐ走ってくれます。これがJL 型の新型のアングラーだと、この修正打が結構大きな振れ幅で、当て続けなければいけないので、ちょっと疲れるというところがありますね。その辺が非常にちょっとラングラーの悪いところですが、ハスラーに関しては非常にいいです。それから加速感というか、ターボ車なので、NA と違って踏み込むとそれだけしっかりとトルクを走ってくれます。その辺が
非常にあのノンターボと違って、ターボのいいところですね。高速を走っててもかなり、しっかりと加速してくれますので、流れに乗ることも比較的容易です。まあ乗り心地という意味では、コンパクトカーぐらいの乗り味というか、加速感を味わうことができると思います。まあ、間違いなくあの軽自動車なのでノンターボよりもターボ車を選択された方が、まあ、普段使いから長距離運転に関しては、まあ、疲れはないと思いますね。ちなみにこのハスラー結構長く長距離乗ることあるんですが、全く高速道路乗ってても、まあ、疲労感はほとんど感じません。ちょっとこう連休もあるのでちょっと混んでるようなことがありますね。なのでちょっと踏み込みはあまりできないんですが、比較的スムースに流れに乗ることはできます。ちなみに今回転数ですけど、車の回転数こう見えますかね、そんなにスピード出してないですけど、だいたい普段60キロ70キロぐらいで走ってても2000回転ぐらいがまあベースで、そんなに、スピードが上がったとしても回転数は上がっていかないということで、エンジンに関してはそんなに不満はないです。ジムに乗ってる時は、もう80キロまで飛ばすと 4,5 千回転ぐらいまで上がって、非常に車内で会話することがちょっと困難な状況に陥ってましたけど、ハスラーの場合はエンジンの回転数は高速道路走ってても100キロ巡航してても、2000回転に行っても2500回転ぐらいに落ち着く感じなので、車内での会話は問題なくできます。ただ先ほどから言ったようにロードノイズが乗ってくるっていうのが、若干問題ですね。それからあと他の方のレビューでもありますけど、このフロントガラスですね、これがあの非常に狭いというか、縦に狭いので、信号の真下に来ると信号がもう消えて見えなくなるっていうね、これぐらいの距離の遠目の今左側に、信号見えてるんですけど、これぐらいの距離であれば見えるんですが、本当にあの真上に来るような、真上というか近めの信号ですともう全く見えないと。なのでちょっとこう覗き込まないとこうね、こう覗き込むような形でないと見れないということになります。ちなみにあのジープのラングラーの新型も同じようなことが言えて、あまり、信号に近い状態で停車していると信号が変わっても確認できないので、ちょっとやっぱり覗き込まなきゃいけないというようなところは、まあ、変わらないですね。まあ、そういう意味では、ハスラーもラングラーも信号の見えにくさという意味では変わらないと思います。やっぱり違いがあるのは直進の安定性は極めてハスラーは優れているということと、思ったほどエンジンの回転数が上がらないので、まあエンジンに関しては静かです。今これエンジンの時ほとんど聞こえてないですからね、ゴーって言ってるのこれあのロードノイズですね、タイヤの影響です。でこれあの、まあ、ドノーマルなので、初めからついてるタイヤですけど、まあ、もしかしたらタイヤを変えると静かになるかもしれませんが、まあ、かなりノイズイな感じがします。あとですね、このハスラー乗ってて気になるのはやっぱりあの、左右にこう曲がった時の、まあ、ロールですね、これが非常に弱いので足回りのせいなのか、すごく左右に振られます。それから上下というか、まあ、前後の揺れもですね、特に後部座席に乗ってると結構跳ね上がりますね。揺れが大きい、段差起伏が、激しいその場所に行くとですね、かなり揺すられます。この辺はあのジープのラングラーの方がしっかりとこの
サスペンションというか、ショックを吸収してくれるので、乗り心地的にはこの段差があるところではやはり有利に働くのかなと。で、まあ、ジムニーもそういう意味ではですね、まあ、前乗ってたジムニーは、新しいジムニーじゃなくて、あの JB23 型のジムニーですね。ただ、いわゆるモノコック構造ではなくて、ボディが上に乗っかるタイプじゃなくて、しっかりと、シャシーがですね、土台の方がしっかりと作られているものなので、全然あの乗り心地はこのモノコック構造のハスラーとはちょっとやっぱり違いますよね。ちょっと段差が激しいところをちょっと走っていくんですが、ちょっとやっぱりこう揺れが、縦の揺れがあると、まあ、運転席側というか前の方の乗ってる人はさほど感じないですけど、やっぱ後ろに乗ってるとですね、本当に不快な感じになります。この辺がやっぱり、前後のサスペンションの硬さの違いなんですかね。後ろで吸収しているのか、非常に、飛び跳ねます後ろは。まあ、その辺はこのハスラーのまあ弱点なのかなと思います。まあ、ラングラーの方はですね、その点は、前も後ろもしっかりと、足が伸び縮みしますので、全部こう地面に接地している感じで、まあ、スピードがそんなに出てなければ、全く問題なく吸収します。でこの辺結構あの段差がひどいんですよ。あので今結構かなり揺らされてます。この辺あの結構悪路な裏道なんですけど、かなり揺らされるんですけど、後ろに乗ってる人はもう多分これ、たまんないと思いますね、これね。この辺のショックの吸収差具合っていうのは、まあ、ジムニーとかに比べてもやっぱりちょっと落ちますし、ジープラングラーの JL 型、まあ、スポーツですけどと比べてもやっぱりちょっと落ちるかなという感じはします。まあ、いずれにしてもあのハンドルはまっすぐ、ブレずに直進の安定性はあるので、長く長距離をスピード出して走っても非常に安定性があるので、楽ですね。その点に関しては非常にいいです。それからアクセル踏み込んでもしっかりと、反応してくれますので、加速性能も、まあ、申し分ないですね。 K にしてはかなり優秀な加速感ですし、高速走ってても全く違和感がないです。まあそれぐらいですかね。この乗り心地、段差の乗り心地とその信号が見えにくいという点を除き、あとはロードノイズが、タイヤから伝わるロードノイズがかなり入ってくるというのが、まあ、気になるところではありますが、それ以外に関しては、非常にコンパクト化と、まあ、遜色ないぐらいの、まあ、乗り味というか乗り心地は得られると思います。まあ、そんなところで、ハスラーのレビューを終わりたいと思います。